では続いてトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストをお迎えしています。御徒株式会社コモディティアドバイザーの千葉純平さんです。千葉さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく、千葉さん、どう2ヶ月ぶりぐらいになりますかね。そうです ね、ちょうど12月の中旬にこちらに出させていただきまして、そうでしたね、はい、年明けじゃ初めてだ。そうですね、はい、この間どうでしょうかね。今日は金のお話をいただくんですけども、はい、金のマーケット、どうもそのテーパリングが始まることが一つの思惑の材料になって、でも実際に始まって、はい、なんとなくこう、材料的には少しこう不透明な状況になってきたような感じもするんですけどもね、はい、どんなふうにこう環境との絡みで金の相場を考えたらいいのかよく分かんない、そんな感じなんですけども、どう見たらいいのか、それを、ここから今日はお話しいただきたいなと思うんですけどね。そうですね、ぜひお話しさせていただければと思います。はい、それで今日は昨年末にこちらで申し上げました内容の結果検証と年内のゴールド相場、こちらの方をお話しさせていただく所存なんですが、結論から申し上げますと、今年はですね、買い方にとって非常に妙見性の高い相場展開になるのではないかというふうに考えている次第です。まず最初にちょっとこちらのグラフをご覧いただきたいんですけども、こちらがですね、東京金の日足、ちょうど2ヶ月前にご覧いただいたものになるんですが、昨年の4月から6月にかけて1グラム当たり1300円以上下げて、そしてまた戻るということで、非常に振幅の高い値動きをしていたんですが、12月の時点では随分煮詰まってきているので、まもなくこちらからどちらかに同意づくのではないかということをお話しさせていただいたかと思います。そしてその時点でですね、目先としましてはもう一度下に抜けて、ちょうどこの6月の3760円とつら合わせぐらいまで落ちてから、そこで底を打つのではないかというようなお話をさせていただいたかと思うんですけれども、では結果はどうなったかと申しますと、このような形で、これが先ほどの部分になるんですが、年末年始を挟んでですね、ポンと上に一度下に抜けてからですね、年末年始を挟んでポンと上に抜けて、そこから現在まで4300円台まで上昇しているというような状況になってきております。深押しはなかった、そうですね、ありませんでしたね。かなりですね、ちょうどこちらの方でもそうなんですが、この黄色いラインをですね、何度も何度も下に抜けようとして試したんですが、結局ここを割らずにですね、上に今位置するというような状況で、ちょうどこの黄色いラインというのが1グラム当たり4000円のラインになりまして、昨年から何度かお話しさせていただいたかと思うんですが、ニューヨークの金の参勤コスト、ちょうど1200ドル前後というようなお話をさせていただきましたが、ここが為替との噛み合いで、ここのちょうどこの4000円前後というところになってきてまして、今現在は結果論ですけども、そこから上に来ているというような状況ですね。そしてではなぜ、この昨年年末年始でですね、ゴールドを取り巻く環境はちょっと変わってきているんですけれども、これが昨年までのゴールド為替株式市場の関係というものになるんですが、ドル高株高イコールニューヨークの金安ということがですね、2011年以降ずっと続いていたんですね。ただこれがやはり世界経済、特に欧米諸国の景気回復、そして拡大見通しやインフレ懸念後退観測などから、先ほどおっしゃられたテーパリングなどからですね、ニューヨークの金市場や新興国市場から欧米株式市場へ巨額の資金が還流していたためとされているんですけれども、あえてこちらで昨年までと申し上げたのが、ちょうど現在はちょっと様相が変わってきておりましてですね、ドル高株高にもかかわらず、ニューヨークの金が下がらなくなって上がってきているというような状況になってきています。ここに私個人としてはちょっと潮流が変わってきているのかなというふうに感じているんですけども、そしてそれがこう海外主導で変わってきているんですけれども、現在のやはり世界の株式市場の上げ相場への先行き不安ですね、やはり実体経済、もちろんいい部分、いい側面もたくさんあるんですが、ベースとしましては中央銀行の資金供給による金融相場の側面がどうしてもですね、拭えないということで、何か政策が変わった場合には一気に反転するんではないかということからですね、リスクヘッジとしてニューヨークの金や、あと海外金融株が再度注目を浴びつつあると、事実は買いが入ってきているというような状況になってきています。そのため今後の見通しとしましては、短期では
現状4400円前後、今ちょうど4360円という値段つけてるんですけども、この辺では買いは控えた方がいいと思うんですが、高値圏なので、うん、ただ4200円前後までの調整局面また買いだということです、うん、ただ値段と時間軸から判断しましたら、今年の7月から9月、うん、この間にもし4000円前後の安値をつけるようなことがあればですね、ここは当面の安値をつける可能性が高いので、ここはもうしっかりとたっぷり買いを仕込んで、秋口以降の本格的上昇に備えていきたいというふうに考えている次第です、うん、ああそうですか、はい、秋ですか。そうですね、うん、今結構ゴールドは値動きが大きいので、うん、短期的な売買だけで見お店は高いんですけども、ただその毎年やはり需給に左右されるということからもですね、うん、2月から4月に年間の高値をつけることが多いということを、あとは現状の為替等の他の銘柄との見通しも換算するとですね、やはり7月から9月ぐらいにいい安値をつけることが可能性が高いのではないかなと、そしてそこは強く買いを推奨したいというふうに考えている次第ですね。イメージとしては、はい、2月から4月に高値をつけて、はい、調整に入って、はい、7から9月に秋に安値、そうですね、イメージですか。そうですね、 あくまでこれは統計なんですが、一応実需にも裏打ちされておりましてですね、やはりニューヨーク の金というのは現物需給に始まり需給に終わるということになるんですが、うんうん、やはり中国やインド、この現物の買いというものがですね、とても重要視されてくるんですが、これが最も強まってくるのが秋口から2月4月にかけてというが最も需要が活発になるという、そういうことですか。そうですね、やはりそういったところにファンドも乗じてくることですから、その時に高値をつけることが多いということですね、うん、そのイメージなんですけれども、はい、今がちょうどこうですから年初の高値をつけにいってるわけですよね、はい、こうしっかり締めた。そうですね、おそらくそういうふうにだと判断してます。でその高値をつけた後四竹にかけて調整をする、はい、それは底が抜けるような調整なんですか、もう一段下に行くみたいな、あるいはそれとも、はい、2月から4月までの高値から見て小幅の押しぐらいの動きと見ていいんですか。はい、これはですね、現状で見た場合には現状特に何か異変がのようなことが、うん、誰も考えないようなことが起きなかった場合には、やはり4000円、うん、先ほど冒頭でご覧いただきました、うん、ニューヨークの金の参勤コストラインの、はい、4000円あたり、このあたりを割ることはちょっと厳しいかなと、割らないのではないかなと、そういうことですね、はい、そしてそこを軸に、あとはもう買い材料というのはおのずとついてくるかと思いますので、上昇していくのではないかなということですね。そうですか、はい、それは暮れになって、そうですね、暮れから来年にかけてです、ね、来年の2月4月にかけて、そうですね、特に強調しておきたいことが、あくまで年間の安値もそうなんですが、2011年からずっと調整していた金鉱株はもう3分の1ぐらいにまで下落しているような状況だったんですよね。金鉱株の株価が、そうですね、アメリカの有名な株価のニューモントバイニングなんかもそうなんですが、はい、3分の1を下落していると、はい、そして金も1グラムあたり高値から1400円ですとか、はい、暴落して、うん、下がったような状況なんですけども、うん、ではそこからどうなのかということなんですが、うん、かなりこの3年間の調整を経てということになりますので、うん、じゃあ今後5年8年と大きな上昇が期待できる、そのためのその中の安値ということで、お非常に見込み性が高いんじゃないかなというふうに思いますね。ああそうですか、はい、前回の相場はその、はい、ETF を経由して、はい、そのマーケットにお金が随分新規のお金入ってきたっていう、はい、そういうような、これも一つの量的緩和の背景ですよね、はい、一つですね、を背景にしてという流れがあると思うんですが、はい、今は逆にその、テーパリング、さらに言えば利上げも先の先ではあるかもしれないみたいな、アメリカの金融情勢、はい、景気もしっかりしているという流れの中で、はい、金は そのぐらいの大きなまた、こう相場がまたやってくるというふうに考えていいんですか。そうですね、おそらくですね、もうテーパリングのこともかなりずっと言われてきておりましたし、最近はもう利上げの問題もFRB の中で誠しなやかに話されているというような状況にもかかわらず、今の値打ちを維持しているということがポイントなのではないかなということです。下がらなくなってきて、耐久性が
ついてきてるなというふうに、あの値動きを見て強く感じますね、はい、なのでかなり織り込んでると、織り込んでるということですね、ああそういうことですか。そうです。なのでこれは個人的に関係者もそうですけども、これだけの材料を織り込んでも今の値位置をキープしているということにみんなあの驚きを禁じ得ないというような状況になっているかなと思います。ああそうですか、はい、あでさらに言えば今の水準、まあ、底堅いということだろうと思うんですよね、はい、あの環境はむしろ逆なのかもしれないけども、はい、底堅い動き、ここはやっぱり見た方がいいということなんでしょうけども、はい、戻りはどのぐらいまであるんですかね。これはですね、戻りと言いますか上昇予知といいますかね。そうですね、特にあの東京の日本の場合円安もありますので、あの3年5年というスパンであれば7000円8000円ぐらいまで1グラムあたり上昇しても全くおかしくないかなというふうに考えてますね。そして来年ではおそらく5000円は抜いてるんではないかなというふうに考えてるし、来年5000円抜ける。そうですね、円安もありますので、円安効果、はい、そうですよね、はい、特に世界の金の中で最も日本が、あのお得な銘柄になるんじゃないかなと。ゴールドの中でもあの為替換算も踏まえますと見本見せが高いんではないかなと、ということですね、はい、ドル建ての金価格の上昇プラス円安効果。そうですね、ということですね。まずあの買い相場を見つけるときにはこれ以上下がらないっていう銘柄を最初に見つけることが大事かなということだと思ってるんですが、その意味では今のゴールドはそれに該当し始めてきてるんじゃないかなと、うんうん、ああそうですか。そうですね、それだけもう下がらなくなった。そうですね、だいぶ今年の7月から9月でもし安値が出るようであればそこが、一定期間以上の安値である可能性が非常に高いんじゃないかなと、うん。まあ、お話ですと、あの参勤コストということで4000円ぐらいの水準というのは、まあ、あってもまたおかしくはないということですかね。まあ、そこら辺はやっぱり一つのやっぱり買い出動のための水準ではあるんですね。そうですね、やはりあの下値鍛錬をしてるから。そうですね、あの幸運とは準備ができていることであるっていうあの古いことわざがイギリスにありますけど、やはりその準備をするための期間としても7月9月まで申し分ないのではないかなというふうに考えている次第です。ああそうですか、はい、まあ、そうか、準備しておけよと。そうですね、いうことですね、はい、毎日の動きを見てチェックして、そしてあのリスクなど、ちゃんと調べておくことが下準備が大切なのではないかと思ってます。わかりました、はい、はい、ありがとうございました。御徒町株式会社コモディティアドバイザーの千葉純平さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。